3、2、1、じゃん！わー！かわいいひまわりができました。かわいい。みなさんこんにちは、ちゃちゃです。最近暑いですね。みなさんはいかがお過ごしですか？今回はそんな暑い夏にぴったりのこちら、とっても簡単でとってもかわいいひまわりの巻き寿司の巻き方をご紹介します。こちらの巻き寿司、コツさえつかめばとっても簡単に作ることができるようになっています。小さなお子さんでも一緒に作ることができるくらい簡単ですので、この長い夏休み、ぜひお子さんと一緒に作って楽しい思い出を作ってみてください。私は今まで1000名以上の方々に巻き寿司の可愛い作り方、コツなどを教えてきました。今までの実績、ノウハウをもとに、これからも可愛い巻き寿司の作り方、コツを今後も紹介していきますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。それではスタートです。本日使用する材料はこちらです。寿司飯 260g、 鰹節のふりかけ大さじ1杯、いり卵 40g、 前景のり3枚です。概要欄に詳しく説明していますので、ぜひチェックしてみてください。次にのりを準備していきましょう。よくスーパーなどで売られているのりは 21cm×19cm で、この1枚のサイズを前景と呼びます。まずはこの前景のり2枚を横半分にカットします。このカットした4枚はそのまま使っていきます。もう1枚前景のりを用意します。今度はこれを縦半分にカットしましょう。この1枚はそのまま使用していきます。もう1枚は三つ折りにして上1枚をカットします。これで3分の1が1枚と3分の2が1枚できました。今回はこの4種類の海苔を使っていきます。次に酢飯を用意していきます。酢飯の美味しい作り方に関してはこちらの動画でより詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。酢飯は 60g と 200g に分けます。酢飯 60g に鰹節のふりかけを混ぜていきます。鰹節のふりかけ以外に肉そぼろなどでも作ることが可能です。ねちねち混ぜると酢飯がお団子状態になってしまうので、優しく混ぜてあげてくださいね。酢飯全体に色がつけば OK です。次は 200g の酢飯にいり卵 40g を入れ、同様に混ぜていきます。これを4等分 60g ずつに分けましょう。これで準備 OK です。食材の準備ができました。それでは早速パーツを巻いていきましょう。巻き酢を用意します。今回は大きめの巻き寿司なので、巻き酢も大きめのものがあると巻きやすいです。巻き酢の紐が上に来るように置きましょう。その上に海苔3分の2を縦に置きます。巻き酢と海苔の下線はいつも一緒です。酢飯茶色 60g を海苔の下少し開けて置きます。太さと高さが均等になるように形を整えていきます。海苔の上端に酢飯に3粒を貼り付け、指で潰します。こうすることで海苔がペラペラせず綺麗に巻くことができます。それでは巻いていきます。巻き酢と海苔を一緒に持って海苔を酢飯に貼り付けます。そのまま巻き酢が下の海苔につくまで巻きましょう。巻き酢が下の海苔についたら少しキュッと締めます。巻き酢を浮かせ、そのまま上に転がしていきましょう。これで綺麗な棒状の巻き寿司ができました。これが基本の巻き方になるので、繰り返し見てマスターしてくださいね。次は前景海苔を横半分にカットしたものを1枚横に置きます。この上に酢飯黄色 60g を棒状にして乗せます。海苔の下は少し開けてくださいね。先ほどと同様に太さと高さが均等になるように形を整えていきます。海苔の上端に酢飯に3粒を貼り付け、指で潰して先ほどと同じ要領で巻いていきます。巻き酢と海苔を一緒に持って海苔を酢飯に貼り付けます。そのまま巻き酢が下の海苔につくまで巻きましょう。巻き酢が下の海苔についたら少しキュッと締めます。巻き酢を浮かせ、そのまま上に転がしていきましょう。これで綺麗な棒状の巻き寿司ができました。これと同じものを4本作っていきます。ここまでできたらこれを半分の長さにカットしていきます。最初に巻いた茶色のパーツがちょうど半分の長さなので、これを参考にしてくださいね。4本すべて半分の長さにカットしましょう。これで花びらのパーツができました。これでパーツがすべてできました。早速組み立てていきましょう。利き手と反対の手をこのような形にします。この上に巻き酢をかぶせましょう。花びら1枚を真ん中に乗せます。その左右に1本ずつ乗せていきましょう。左右どちらでもいいのでもう1本置きます。ここまでできたら茶色のパーツを上に乗せましょう。横から見るとこんな感じです。この茶色のパーツの周りを花びらでぐるっと囲んでいきましょう。8本で茶色のパーツぐるっと一周することができるようになっています。ここまでできたら巻き酢をきつめに巻きます。きつめに巻かないと崩壊してしまう原因になる
るので注意してください。横から見てお花の形になっているか確認しましょう。こんな感じです。でにとっても可愛いですね。この巻きすを巻いた状態で3から5分置いて形をなじませていきます。残っている2枚の糊をつなげて長い糊を作っていきます。大きい方の糊の端に酢飯に3粒を貼り付け指で潰します。小さい方の糊を上からかぶせて貼り付けましょう。だいたい1センチぐらい重なれば OK です。お花のパーツを巻きすから優しく外し糊の端少し開けておきましょう。くるくる巻いていきます。巻き寿司を手前に引きながらきつめに巻いていきます。これで完成です。糊が馴染むまで少し時間を置いてから切ると糊がパリパリせず切りやすくなります。このまま数分置いておきましょう。巻き寿司巻くことができましたね。それでは早速切っていきましょう。巻き寿司をカットするときはよく切れる包丁、手酢、お酢とお水1対1で割ったもの、濡れ布巾を用意してください。まず包丁の刃先を手酢につけ濡らします。刃が濡れていると酢飯が包丁につきにくく綺麗に切ることができます。巻き寿司は10センチ長さにできているのでこれを4等分にカットしていきます。巻き寿司を切るときは押し切りは NG です。包丁を大きく上下に動かしながら切ります。3、2、1、じゃん。わー、かわいいひまわりができました。かわいい。一度巻き寿司を切ると包丁が汚れるので包丁を濡れ布巾で綺麗にします。綺麗にすることができたら再度手酢で包丁を濡らしましょう。次は 2.5センチのところでカットします。4等分にカットすることができたら完成です。周りの巻き寿司完成しましたね。とっても可愛くできました。この巻き寿司は棒状に巻く巻き方だけでとっても綺麗に可愛くできる巻き寿司になっています。夏にぴったりな絵柄になりますのでぜひ作ってみてくださいね。今回の動画も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。ひまわりの巻き寿司とっても可愛かった、作ってみたいと思ったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。